イギリスの旧ーガーデンイタリアのピサ植物園、植物学者、ルカギーニのもで1544年に設立された、ヨーロッパで最初の大学植物園、それは1563年と1591年に、再び移転植物園とは、単なる庭園ではなく、英語を直訳すれば、植物学庭園となるように、大学や研究機関が植物学研究のために用いる。 植物を収集、分類、栽培し、さらに、それらの標本を保管するための施設である。したがって、植物園は、競技の庭園だけでなく、標本を保管するための建物も園内に有する。植物園は、多くの機能を持つ。とりわけ遺伝資源収集の拠点、すなわち、種子銀行として、役割が大きい。一定の専門性を持つ。 植物園もあり、薬草や構想のための薬園、ハーブ園、あるいは、地化植物や世界各地の植物、例えばサボテンなどの多肉植物、熱帯植物、高山植物などを栽培するための温室、日よけなどを備える場合もある。植物園は、公園と同様の憩いの場、あるいは観光施設として市民に開放されていることもあり、ツアー、教育展、美術展。 図書室、野外演劇や演奏会のための場を提供することもある。環境保全や持続可能性についての啓発活動が行われることもある。植物園の歴史は極めて古い。西洋の植物園の起源は古代ギリシアのテオプラストスによって作られたリュケイオンの庭園に遡り、その性質は現代の植物園と必ずしも異ならない。 近代的な植物園の原型は、ルネサンス期の16世紀、イタリアのピサ大学に併設された植物園に遡る。18世紀後半、帝国主義が世界を席巻する中で、プラントハンターによって、世界各地の植物がヨーロッパに集められ、特にイギリスのロンドン近郊の旧にある王立植物園が中心地となった。ブラウンシュバイク植物園、ブラウンシュバイク。 ドイツ。ビクトリア・アマゾニカ、巨大なアマゾン水蓮世界中の主要な植物園の役割は教科書に定義できるほど広く似ていると考えられてきた。以下の定義は1976年にコーネル大学のリバティハイド・ベイリー・ホートリアムのスタッフによって作成された。これは植物園に一般的に関連する多くの機能と活動をある程度網羅している。 植物園は、その特定の事業に、不可欠な図書館、植物標本館、研究所、及び博物館とともに、教育及び研究の目的で、科学的管理下にある植物の生きたコレクションを維持する、ため管理され、配置された施設。各植物園は、その人員、場所、規模、利用可能な資金、及びその検証の条項に応じて、 それぞれ独自の関心分野を独自に開発。音質、試験場、植物園、樹木園、及びその他の部署を含めうるが、科学的なだけでなく植物成長しているスタッフを維持する。そして、出版は表現のその主要なモードの一つでもある。この広範な概要は、その後以下のように拡張される、植物園は、独立した、機関、政府機関、または、 大学や大学に所属している場合があるが、教育機関の部門であればそれは教育プログラムに関連している可能性がある。いずれにせよ、科学的目的のために存在し、他の要求によって制限、または転用されるべきではなく、それは芸術的かもしれないがそれは単なる手入れの行き届いた、または装飾用の庭でもなく、また単に植物に、 ラベルがついている実験ステーション施設や公園でもない。施設の意図する重要要素は、植物の知識の習得と普及である。現代的な植物園は、その管理組織が美しい庭園を維持しているが、科学的研究などの目的のために実際、または潜在的な価値を持つ、遺伝の機能ユニットを含めた、生きた、植物、保存植物の文書コレクション保持と、 厳密に保護された自然の都市緑地でもあり、教育、公共展示、環境保全、持続可能な利用、観光及びレクリエーション活動、市場性のある、植物ベースの製品の生産、及び人間の福祉向上のためのサービス機能を持つ。新王立園芸協会ガーデニングの辞典によると、植物園は、科学的な活性を有する多くの公共園があること。 そして様々な種類の植物園団体の中から、より簡略な定義を引き合いに出していることを指摘しているのは、世界自然保護基金が1989年に植物園保全戦略を開始した、際の基金と IUCN。植物園は、科学的に整理され維持された植物のコレクションを含む、庭園であり、文書化され、表示され、レクリエーション。 教育の目的で一般に公開と研究を司るとしたが、これは植物園自然保護国際機構によって真の植物園の精神を包含するという次の定義にさらに勘弁化されたという。植物園は研究、保全、展示及び教育について科学的目的のために文書化された生きた植物のコレクションを保持する機関。 シンガポールガーデンズ・バイザベー世界的には現在ある約1800もの植物園、樹木園約550のうち約150がヨーロッパで北米の200に加え東アジアが増加中である。これらの園は約300万人が訪れている。歴史的に植物園は種のリスト出版を通した植物情報交換で植物と植物園間の 情報療法をやり取りするというシステムで、これは今日も続いているが、近年は遺伝的海賊行為や新入種の伝染の可能性が注目を集めている。国際植物園協会は1954年に国際生物科学連合に加盟した世界的な組織として結成された。さらに最近では植物園を動員し、人々と地球の幸福のために、 植物の多様性を確保するためにパートナーを管理をさせるという使命を持つ植物園自然保護国際機構による調整も行われている。ブグシーは118カ国に700を超える会員を要し幅広い資源と出版物を作成し国際会議や保全プログラムを組織することによって植物保全の世界戦略を強く維持している。コミュニケーションは 地域的レベルにもなされる。アメリカにはアメリカ公共庭園協会があり、オーストラリアにはオーストラリアとニュージーランドの植物園協会がある。植物園の歴史は植物学の歴史そのものと密接に関係している。16世紀と17世紀の植物園は薬用庭園であったが、植物園という考えはヨーロッパの植民地や他の 遠く離れた土地からもたらされる、美しく、奇妙で、新しく、時には、経済的に重要な植物標本の展示が、含むように変わっていく。その後、18世紀には、これらの新しい宝物を、注文しよう関連する、植物標本館で従事する、植物学者らによって考案された最新の植物、分類システムが実証され、より多くの教育材料と化す。 その後19世紀から20世紀にかけては、園芸と植物学の両方の側面で実証され、専門家によるコレクションと接中的なコレクションの組み合わせに向かう傾向を見せていく。各国の主要植物園の歴史を紐解くと、イギリスがパラゴムの木をブラジルから、密かに盗み出した事件など、国家的な遺伝資源の争奪戦のドラマが、植物園を舞台に繰り広げられてきた。 古代史の壮大な庭園背景に、バベルの塔があるバビロンの釣り庭園、マールテン・ファン・ヘームスケルクの原画による16世紀の版画学術的な植物園の最古のものは、エジプトのアレクサンドリアにあったアレクサンドリア図書館に、隣接して設けられていたものだと思われる。アレクサンドリアのものは、薬草として、使うために、種類ごとに採集、分類して栽培されていたものだと伝えられている。 用途は、ハーブオイル、治療など多岐にわたる。それ以前となると、世界7不思議に数えられた、バビロンの空中庭園があるが、これが果たして今日の理解で言うような、つまり、遺伝資源収集の場としての植物園であったのか、どうかは疑わしいが、西暦前2世紀からは、経済的な用途や、展示のために、海外での特別な集会や軍事キャンペーンによって、 少々なりとも獲得された植物も含め、近等のロイヤルガーデンは古代エジプト、メソポタミア、クレタ、メキシコ、中国において知られている。古代中国の信農は、経済的、または、薬用価値のある植物を探して、遠くの地域にコレクターを派遣。またこうしたことが示唆されたものに、メソアメリカのスペインの制服があり、これが植物園の歴史に影響を与えた。 メサワルコヨトル王によって設立された、テノチティトランの庭園、チャルコなどの庭園が、大幅に、スペイン人を感心させたのは、それらの外見だけでなく、先住民族のアステカ人が、ヨーロッパの古典的な世界よりも、はるかに多くの薬用植物を栽培していたという、事実である。薬草栽培は、中世ヨーロッパでは、修道院を中心に盛んに行われた。文学的な表現は、 修道士カドフェルのシリーズを見るとイメージしやすいだろう。中世初期の庭園でイスラムスペインの例では、医師が作った11世紀、ウエルタデル霊の庭、将来の植物園に似ていたものに、トレドのイブンワフィドがある。これは後に、西暦1085年のキリスト教征服まで、庭師のイブンバサールによって引き継がれた。その後、イブンバスールは、セビリアに庭園を造成。 庭のほとんどの植物は、モロッコ、ペルシャ、シチリア、エジプトなどの植物探検で集められたものである。モントピーリアイ学校も、スペインのアラブ人医師によって設立され、西暦1250年までにフィジカルガーデンを備えていたが、この場所には1593年まで植物園の地位が与えられなかった。フィジカルガーデン植物園は、現代の意味では、 薬園から発展しており、その主な目的は医学的用途のための薬草栽培と研究と実験で、そのような庭園には長い歴史があり、ヨーロッパでは、例えばアリストテレスはアテナイのリュウケヨンに薬用庭園を持っていたと言われている。それは教育目的と植物学の研究のために活用され、彼の弟子で植物学の父、 テオプラストスによって受け継がれるが、科学野の間でもいくつか諸説あるが、この庭は植物の役割について科学的に解明して、植物学者や薬理学者が所属するヨーロッパで最古の植物園である痕跡があって、アントニウス・キャスター、ガイウスプリニウス・セクンドスらに一世紀に言及されている。これら古代の庭園も現代の植物園の特徴と、 いくつか共通しているが、現代の植物園の先駆は、一般的に、皇帝シャルルマーニュ時代に、ローマ帝国の衰退後に始まった、中世の修道院でこれらはホートゥース含む、野菜用の庭、さらに別の区画は、薬用植物のために、用意されていて、これは、アービュラリス、アービュラリス。または、ホートゥースメディカス。より一般的には、ビリダリウムガーデン。 そしてビリダリウムとして知られている。または、果樹園であり、シャルルマーニュキにカピチュラリーでビリスが発行され、庭園作りもおそらくその推進力を与えられたであろう。これらの多くは、ヨーロッパ大陸でしか発達していなかったが、イギリスの庭園でも発見され、過去の植物導入過程が示されている。 ニコラウス5世も植物学の教育を促進するために、薬用植物の庭を1447年に、バチカンの敷地の一部に置くが、これは1540年代において設立するパドバ、ピサ大学の庭園の先駆けであったが明らかに多くの、初期の植物園の設立は、医療専門職のメンバーによる先導であった。17世紀に、 植物園は植物についてのより深い科学的好奇心への貢献が始まる。植物園が科学的または学術的なつながりによって定義され、最初の真の植物園もヨーロッパのルネサンスで起こった学びの復活とともに設立された。これらは大学医学部に付属する世俗的な庭園で教育や研究のための資料として使われていた。 これらの庭の園長は国際的な評判を持つ植物学の教授であることが多く、これはおそらく医学の技術的な付属物ではなく、独立した分野としての植物学の創設に貢献した要因ともなった。パドバ植物園の16世紀の版画、元々の場所にある最古の学術植物園、マウントホルヨークのタルコット温室。 イタリアのルネサンスの起源南ヨーロッパの植物園は大学医学部に関連しており、イタリア北部のピサ植物園、パドバの植物園、センプリチ庭園、パビアオリツ大学ボローニャのオルトボタニコデル、ユニバーシテエディーボローニャ。一種薬剤師を地中海で最も単純なまたは講義を配信し公式な理由で要請。比較的この時に印刷の出現と、 初代薬草の出版によって学生教育は疑いなく促進された。これらの植物園はすべてそのほとんどが現在も元々の場所に存在している。北欧へこれらのイタリアの庭園の伝統はスペインのバレンシア植物園と北ヨーロッパに伝わり、そこでオランダ、ドイツ、中便研究植物園、1535イプチヒ植物園、 1580イエナ植物園、1586ハイデルベルク植物園、1593ヘレンハウゼン王宮庭園ハノーバー、1666デルクリスチャンアルブレック釣り学部ズ、キール植物園、1669ベルリン植物園、1672年スイス、イングランド、スコットランド、フランスでデンマーク、 スウェーデンなどが設立されていく。植物科学の始まり16世紀から17世紀にかけて植物は東、ヨーロッパや近隣のアジアから多くの球根を提供し西ヨーロッパの主要庭園に王子の植物専門家らにより輸入され紹介されていた。例えば、 アジアの植物についての紹介は、ウィーン大学植物園とライデン大学植物園の理事であったカロルス・クルシウスによる。多くの植物が近東から、特に球根植物がトルコから集められた。ウェーブヒル植物園クルシウスは、オランダのチューリップの繁殖と、球根産業の基礎を築き、詳細な植栽リストは庭を再現可能にしたライデンにおける。 ヨーロッパで最初期の正当な植物園設立に、こうした。ホートゥースメディカスにおいて1601年のライデンの、建物は4つの大陸で4つの区画に分割された、完璧な広場で、1720年までには、ベッドのシステムとなり、それが、ホートゥースアカデミカスとして知られるようになる。エキゾチコルムリブリベッサムには、 今日でも問い合わせがあるエキゾチックな動植物の重要な調査資料であり植物園に新しい植物の紹介機能が含まれるようになったことで植物学は徐々に医学からの独自性を主張するようになりこのことは植物園についてその科学的役割が広がったことを意味した17世紀半ばから後半にかけてはパリ植物園が 関心の中心となっていた。イギリスでは、チェルシー薬総園は1673年に、瞑想教会の庭として設立されたがこの庭園は、温室を持ち、1723年に、フィリップ・ミラーを庭師に任命。世界中から植物がそこに注がれたので、彼は、植物学と園芸の両方に、大きな影響を与えた。庭園の黄金時代は、 世界で最も豊富な植物を持つ園になった18世紀に生まれた。その種子交換プログラムは1682年に設立され、今日も継続している。チェルシー薬草園は1673年に設立された。1905年頃の軽かった植物園の湖近世に入ってからは、大学農学部などの枠の中で、こうしたものの普及が広がっていった。 有名なものに、イギリスのキューガーデンやドイツのベルリン大学の植物園、インドネシアのボゴール植物園がある。ルネッサンス以降の大航海時代に入ると、世界各地から植物が集められた。植民地の拡大と、表裏一体であり、学術的な意義だけでなく、当時の権力者の権勢を表す側面も担っていた。海上貿易の増加に伴い、これまで以上に、 植物は遠い国からのトロフィーとしてヨーロッパにもたらされる。これらは、域用養,養生用で、富裕層の私的財産で表示された補助そして公共植物園イ認知球のもののような、オランジェリーと呼ばれる暖かみのある温室などで栽培、多くの植物園の特徴となす。ヨーロッパと北、アメリカでの産業拡大は、新しい建築技術をもたらし、 寒さに敏感な植物は、次第に、手の込んだ、高価な温室で、冬の間保管されていく。ケープ、オランダ東インド諸島18世紀は、エリーカ族、ゼラニウム、天軸青い、多肉植物、山モガシか植物などが、南アフリカのケープから紹介されたことが、特徴的である。 オランダ東インド諸島とのオランダの交易は、ライデンとアムステルダムの植物園にとって黄金時代をもたらし、温室の建設にブームをもたらした。旧王立植物園旧王立植物園、ロンドン、1759年設立。パームハウスは、リチャード・ターナーが、デシムス・バートン設計で1844年から1848年に建てた。 旧ガーデンのロイヤルガーデンは1759年に創立。当初はロイヤルガーデンの一部のフィジカルガーデンとして脇に置かれていた。最初の学芸員であったウィリアム・アイトンより、チェルシー・フィジックガーデンの庭師であるフィリップ・ミラーを、ケンブリッジ大学附属植物園初代学芸員に就任。1759年には、 フィジックガーデンが植えられ、1767年までには、エキゾティックガーデンは、ヨーロッパで最も豊かになると言わしめた。旧王立植物園、オロタバ巡化庭園などとテネリフェ島とレアルジャール団、ボタニコデマドリッドは、遠征から、熱帯地方に戻った、新しい種を栽培するために設立し、新たに、熱帯植物園設立に助けとなった。 1770年代からは、フランスとスペインの例に従って、アマチュアコレクターに正規に園芸と植物の専門植物ハンターが補われ、これはヨーロッパ、そして特にイギリスの帝国主義の偉大な時代を示し、それは、アイデア、知識、経済のスタイル、政治、そして商品が国際的に届く手段があり、文明の普及を通じて正当化された開発と、 改善をもたらした。当時、イギリスは北、アメリカから多くの木質植物を輸入、そしてウィリアム・フッカー教の監督のもと、経済植物学への強い関心によって促進された、海外での園芸と植物の収集遠征を奨励。18世紀末、9は、ジョゼフ・バンクス教の監督下で、植物獲得の黄金時代を享受して、南アフリカ・ケープ、オーストラリア、 チリ、中国、西ロン、ブラジルに送り出した。そしてその他の場所で、大英帝国の素晴らしい植物交換所としても、活動していく。初期から現在に至るまで、旧ガーデンは、植物園の理念を例示し、科学者たちの論文、園芸学生の教育、公共のプログラム、園芸の科学的な支柱であることなどで、世界中で尊敬されていく。 バートラムガーデン1728年、ジョン・バートラムはフィラデルフィアに大陸発の植物園の一つであるバートラムの庭を設立。庭園は現在、少数のオリジナルの標本と多数の現代標本の他、大規模なアーカイブと復元された歴史的な農場の建物を含む歴史的な場所として管理されている。 植物分類説明を必要とする植物の多くは、しばしば庭のカタログに記載されていた。そしてカール・フォン・リンネが現時点における、リストプロセスを促進した二項命名法のシステムを、確立。植物の名前はカードに載せられた、乾燥植物標本が、植物標本館にて分類学研究機関で、それまで庭園博物館で、 植物学者によって開発された分類システムを表示するためのベッドを持ち、植物園と植物標本を関連付けられていく。植物学者が新しいエキゾチックな植物について発表し、植物園は現在科学的なコレクションと化す。そしてこれらはまた素晴らしい植物イラストを用いて、詳細に子孫のために記録されていった。今世紀、 植物園は、科学的及び心理的な事項を優先し、薬用機能を低下させ、研究はほとんど行われていない。パリ植物園の温室は、ロード・フリュリによって1834年から36年に建てられる。フランスのガラスと金属建築の例18世紀後半から19世紀初頭に、かけてインド、東南アジア、 カリブ海を中心に植民地時代の拡大の道具として熱帯植物園が設立される。これはまた、ジェームズ・クック大尉による惑星の巡回と、オセアニア探検の間のジョセフ・バンクス教の植物コレクションの時期でもあり、それは大規模な植物導入において最後の段階を形成したものとなる。熱帯植物園現在、南及び東南アジアに集中している。 約230の熱帯植物園がある。熱帯地方に設立された最初の植物園は、モーリシャスのパンプルムース植物園で、1735年に港を利用して船舶に食料を供給するために設立されたが、後に経済的に重要な多くの植物を試して配布した。その後に市ンド諸島が続き、1786年には、 インドのコルカタにあるアチャリア・ジャガディッシュ・チャンドラ・ボーズ植物園がオランダ東インド会社の貿易センターとなった。その他はブラジル、スリランカ、インドネシア、そしてシンガポールの庭園が構築された。これらは特に食品や医薬品に関して国の経済に大きな影響を及ぼした。シンガポール植物園へのゴムの木の輸入はマレー半島に 重要なゴム産業をもたらし、この他にも、チークと紅茶がインドに、ブレッドフルーツ、胡椒とスターフルーツがカリブ海に導入された。シンガポール植物園は1822年に設立。ブキティマエコココレラの庭園の検証に含まれているのは、植民地人と地元の人々双方にとっての経済的可能性について、地元の植物省の調査であり、 多くの作物がこうした庭園によって、または庭園を通して導入された多くの場合、旧やアムステルダムなどのヨーロッパの植物園に関連し、クローブ、紅茶、コーヒー、ブレッドフルーツ、新粉、砂糖、麺、パーム油、そしてカカオなど。この間、ゴム工場はシンガポールにもたらされ特に、熱帯地方では、広い庭園は植物標本館と、 経済博物館に密接に関連している。ペラデニアの植物園は、農業の発展に大きな影響を与えたセーロンパラゴムの木を、南アメリカの補助から輸入していた休憩油で導入されたが、他の例としては1732年の、チェルシー物理庭園から、ジョージア州への綿花、カルカッタ植物園によるインドへの紅茶などがあり、温帯植物園と、 熱帯植物園の間の遺伝資源の移動は、熱帯のいくつかの地域で現在利用されている農作物の範囲に間違いなく関与していたのである。市民及び自治体の植物園19世紀から20世紀にかけて、多数の市民、または自治体の植物園が設立される。科学的な施設やプログラムを開発はないが、 園芸的側面は強く、植物もしばしばラベル付けされ、収集法人も日々の責任によって決定されたけれども、植物のコレクションを構築し、そして世界中の庭と種を交換するという意味で、植物園と言える。美しく手入れされた公園以上のものになる傾向はなく、実際には一般的な公園管理下にある。コミュニティエンゲージメント20世紀の後半には、 ますます洗練された教育、訪問者サービス、及び通訳サービスも見られた、植物園は多くの興味を引くようになり、展示もこれを反映、進化論、生態学、または分類学のテーマの植物展示、魅力的な花壇や、双本の国境の植物園、世界各地の植物、竹や、バラ、熱帯植物、高山植物、サボテン、 ランの花などの専門的な温質のコレクション、そして伝統的なハーブガーデンや薬用植物まで揃う。世界有数のランと多肉植物のコレクションの一つであるドイツのフランクフルトにあるバルメンガルテンのような専門の庭園も非常に人気があり、在来植物の庭園や自然の植生に捧げられた地域に新たな関心が寄せられた。 政府からの財政的支援の減少に伴い音楽、美術展、特別な植物展、劇場、映画などで収入を増す公共娯楽が増加し、これも友人組織の出現とボランティアガイドの活用によって保管されていった。植物保全、植物保護と並み外れた歴史的景観の遺産価値は緊急性を増して扱われてきた。専門の庭には固有の植物や、 土着の植物を展示するために別の場所または隣接する場所が与えられることもある。1970年代に庭園は植物の保全に焦点を当てるようになる。植物園保全事務局は世界中の植物園の植物保全活動を調整する目的で1987年に IUCN と世界自然保護連合によって設立された。 植物園の生きているコレクションの希少種と絶滅危惧種のデータベースを維持している。多くの庭園は遺伝的変異を保存する生息域外保全コレクションを持っているがこれらは以下のように保管、種子は乾燥され低温でまたは組織培養で保存される。特別な園芸的、歴史的または科学的な関心のあるものを含む生きた植物としてあるいは 自然植生の地域を管理し保存することによって、コレクションはしばしば元の生息地への再導入を意図して栽培されている。ミズーリ州セントルイスの植物保護センターは、北米原産種を保護調整している。日本日本国内には、大学や博物館の付属植物園のように、学術的目的で運営されるものもあるが、そうした植物園は、比較的少なく、 市民へ公開されている部分もそれほど大きくない。市民に広く公開されている施設は、知的啓蒙を兼ねた、娯楽職、憩いの場としての公園的施設として運営されているものが主流であり、地方公共団体における担当部署も通常公園科や観光科などである。多くの欧米、アジア諸国の有するような遺伝資源収集の国家戦略の拠点であり、 なおかつ国民に広く認知された憩いの場ともなっているようなナショナルな植物園は日本には見られず、こうした遺伝子原収集への国民的関心も薄い。社団法人日本植物園協会は2007年から5月4日が緑の日となることから、この日を植物園の日と位置付けた。シカゴ植物園、ジグザグ橋の景色植物園の機能の多くはすでに、 上のセクションで説明されており、植物園の科学的基盤を研究、教育及び保全に焦点を当てて強調している。ただし、多面的な組織として、すべての園では、独自に特別な関心を持つ。植物園の役割に関する注目すべき論文、メルボルン王立植物園所長フェルディナント・フォンミュラーは、べての場合において、 対象者は主に科学的で主に有益でなければならないと述べた。彼はそれからヨーロッパの庭が19世紀の半ばに世界の植物園によって追求されていた目的について多く衝突。多くは公園とは異なるその時点での植物園の活動範囲の意味を与えるために彼は 公共と呼ばれるものでの喜びの庭園について以下に列挙されている。植物園は一般と非公開の必要性の妥協点を見出さなければならず、同時にレストラン、情報センター、それにゴミや騒音、そして多様性をもたらす販売エリアを含めて情報と訪問者サービスに対して一般の要求を満足させなければならない。魅力的な増援や 植栽のデザインは、時には、科学的利益と競合することがある。いくつかの庭園は、現在、新しい展示品と、模範的な環境管理への絶え間ない需要の対象とも、なっている、景観遺産でもある。現在多くの庭園には、移植に適した花、ハーブ、及び野菜の苗木を販売する補助がある。2000年に、イギリスのコーンウォールで設立された、 エデンプロジェクトには持続可能性のテーマを探る近代的な植物園が含まれています。オマーンで最初の植物園が世界で最大の庭園の一つと見られる。この植物園は建設中で完成すると巨大な温室は世界最初の大規模ウンムリ林を収容したものとなる。一方近年の中国での植物園の発展、杭州の海南植物園や杭州の 中国科学院河南植物園、西相番植物園、アモイ植物園などは注目に値する。先進国では多くは経済的支援の欠如を理由に閉鎖されており、これは大学に付属する植物園に特に当てはまる傾向である。植物園は常にその日の興味と価値観に応えてきたが、植物園に関する初期文献から、 単一の機能を選択するとすれば、それは科学的努力であり、そしてこれからの教育的価値であろう。形成期には植物園は医師や植物学者のための庭園であったが、それから次第に鑑賞用の園芸と一般の人々のニーズとの関連性が高まってきた。植物園の科学的評判は現在、その生きたコレクションではなく、植物標本館や、 同様の施設から出ている出版物によっても判断されており好奇心が強く美しくそして新しいものへの興味は薄れることはないようであるが経済的な植物への関心は今や関連性が少なく植物分類システムへの関心もほとんど消滅しかけている最近では人間の過剰人口による地球の生態系への脅威と その結果としての生物学的及び物理的資源の必要性に対する意識を高めることに焦点が当てられ、植物園は植物科学において世界と一般の人々とのコミュニケーションという優れた媒体機能を提供している。教育プログラムは保全や持続可能性のようなアイデアの意味と重要性を理解することで、 より大きな環境意識を育むのに役立てられている。ありがとうございます。